タカトクトイス。株式会社タカトクトイスは、かつて存在していた、日本の玩具メーカーである。本社は、東京都台東区倉前にあった。しかし1984年5月25日に1回目の、不渡り手形を出し事業停止、負債総額は、約30億円に上る。これにより会社は解散となった、実質的な倒産。 母体は1917年創業の高徳商店。創業者の高木徳次郎の名前から取ったものだが、高徳では高く売って得をするということになり好ましくないので、高徳になったとのこと。1953年に法人組織になり、高徳玩具株式会社に改める。後に、高徳商事、高徳、高徳トイスと社名を改める。日本初の玩具化された。 テレビキャラクターとされている赤道鈴之介で、すでにキャラクターガングを売り出しており、その後も、鉄腕アトム、鉄人28号、ウルトラマン、サンダーバードなどっとキャラクターの商品化を次々に手掛けた。現在の日本最大のキャラクターガング、販売会社であるバンダイの二代目、社長、山品誠もキャラクターガングではバンダイより高得が、先発メーカーと認めている。 当時キャラクター玩具はマスコミ玩具と呼ばれていたが、このマスコミ玩具という言葉を一般化する前から使用しており、一般化したのは昭和40年代、1960年、昭和35年頃の東京玩具商法掲載の広告に、高徳のマスコミ玩具という表現が見られる。仮面ライダーでもバンダイの子会社、 ポピーより先に商品化権を取得するが、後の仮面ライダーシリーズでは、ポピーの方が多く商品化していく。そして、東映は、仮面ライダーの回転変身ベルトの大ヒットで、収益に大きな貢献をしたポピーに、同シリーズの独占商品化権を与えた。仮面ライダーに限らず以降の東映作品はポピーに、優先的に商品化権が与えられるようになる。特撮、アニメの業界で、 大きなシェアを握っていた、投影作品の商品化がままならなくなったのは、高戸にとってって言いたい損失となった。このような要因から、経営の内実は悪化の一途をたどっていった。倒産直前もなおキャラクター玩具市場で、業界3位の売上規模だったものの、作品ごとの成功不成功の落差が著しく、トータルで見た場合には極度に悪化していた、利益率の改善ができないまま、 1984年5月に経営破綻した。高徳にとっての致命傷は1983年にスポンサーとなった長寿空世紀、オーバス、板木マン、銀河疾風、サスライガーのガング販売がことごとく不審に終わったことであった。特に、板木マンやサスライガーは不審のために放映期間が短縮され、それぞれのアニメシリーズの最終作ともなっている。 いただきまんでは制作現場に様々な混乱が発生し、低迷に追い打ちをかける事態になってしまったのは、高徳にとっても不運だった。また、倒産時にスポンサーをしていた超高速ガルビオンは、高徳倒産が直接の要因となって22話の終了をもって中途打ち切りになり、同作を制作していた国際映画社も経営危機に陥り、 翌1985年に倒産している。高徳倒産、解散の際、同社製品の金型が債権者を通じて、同業他社へと流出した。また、高徳は、商品企画までは行っていたものの実際の製造は、全製品、全工程を、外注委託していたファブレスカーであり、製造委託先の中でも大口取引先だった、株式会社松城が、連鎖倒産した。 松代は、右余曲折を経て株式会社バンダイが、参加に収める形で新会社の株式会社ユニックスとして再建で、ユニックスの製品はバンダイブランドで発売されることになった。前年のキャラクター玩具中堅のクローバーの倒産もあり、高徳倒産後のキャラクター玩具市場は1位のバンダイと2位の宝へと河川化が進んだ。高徳から発売された合金の総称、 ただしパッケージには合金とだけ記載されることが多い。当初は Z シリーズと呼ばれた。Z とは亜鉛の元素記号 ZN から来ている。Z 合金で発売されたテレビキャラクター商品を Z キャラクターと呼称することもある。シリーズを通して最大のスポンサーだった。主人公のメカを中心に商品化された。特にヤッターマンのものは 大ヒットを記録、高徳が、名前の由来となった、キャラクター、高田徳兵衛、ガンちゃんの父も登場し、リメイク劇場版にも登場している。ウルトラマンレオの MAC 基地やマッキー、ハウラケンポリマーのポリマーマシン、コンドールマンのマッハコンドル、超スーパーカーが、タイガーの、ガッタイガーコンビネーション号、など、多数の商品が発売。マッハ午後も、円盤戦争版キット、 アクマイザーさん、超新、ビビューン、グルグル、メガマン、解決、ズバッと、飛び出せ。マシーン飛竜、氷河戦士、ガイスラッガー、冒険ファミリーここは、惑星霊番地、宇宙海賊キャプテンハーロック、JQ シリーズ等の Z 合金も発売されている。アエン合金製の Z 合金に対して、本商品は、プラスチック製である。 Z 合金と比べると大型かつ高額なことが多い。ウルトラマンレオの MAC 基地、タイムボカンのメカブトンなどが同シリーズで発売され、前述の赤道鈴之助絡みで発案されたポリ製の振り回しても安全な刀。1970年代前半までの同社の主力商品、解決ライオン丸や変身忍者嵐などのキャラクターを絡めたものもあった。 きっかけは、ウルトラセブンヘルメットからで、帰ってきた、ウルトラマンと、仮面ライダーの2大キャラクターのヘルメットが生産が、追いつかなくなるほどのヒットになってからシリーズ化される。ただし前日の商品化減の問題からか、仮面ライダー V3 以降の仮面ライダーシリーズの、ヘルメットはポピーから発売される。後に売れなくなりウルトラマンレオの頃、シリーズは消滅する。BS ガンシリーズ。 t m ガンシリーズ0 1 d g 9 9 t m ガン s s から続くタカトクトイスの SS シリーズはエアソフトガンの黎明機を代表するシリーズである。中でも s s 9 0 0 0トアクションライフルは絶大な人気を誇り、BB 弾の登場やカートレス化など時代に合わせた改良が絶えずなされ、社外品のカスタムパーツも カスタムパーツだけで一丁目ると言われるほどの展開を見せた。高徳倒産後も SS-9000 は数々のメーカーを渡り、2014年現在ではクラウン U10 ジュニアシニアと S2STSR0 としてその姿を止めていい。ちなみに TM とは高徳松城で SS とはスーパースポーツの略である。 1960年代の頃から高徳は子供向けの銃0眼具を多く発売しており、これらは大人向けエアソフトガンと比べると安価で、子供のための安全性に配慮し、子供向けのギミックを搭載したものだった。子供向けのエアソフトガンから、光と音が出るだけの光線銃とラインナップは幅広い。既存の銃シリーズを流用して、キャラクター商品にしたものもあり。 それらは流用なので元の作品の銃に似ていないか、作中に存在しないものだった。例えば、テキサスイーグルを流用して、ウルトラマンテキサスになったりする。ただし、荒野の少年、イサムのテキサスイーグルのように流用しても違和感のないものもあるし、ウルトラマン A の電動オタックガンのように新規に作られ、作中の銃に似ているものもある。さらに流用して、キャラクターを敵にした。 ウルトラセブンターゲットゲームなどの射的ゲームも発売された。これらの流用獣玩具は高得がスポンサーになりテレビキャラクターの企画に関与し作中のアイテムとそっくりな玩具を売るようになった1970年代後半にはなくなった。生き残り頭脳ゲーム、沈没作戦ゲーム等を発売していた。これらのゲームはパルボックスからリニューアルされて発売されている。 また、戦国武将ゲームのような後にブームになる戦国マルチプレイゲームも発売されていた。1980年代前半の電子ゲームブームに乗り、個性あるゲームを生み続けた。ゲームロボット9、ゲームロボット5は9つの光るボタンと派手なメロディを駆使して、モグラ叩きや記憶力ゲーム等9種類、ゲームロボット5は5種類のゲームを楽しむことができた。また、 ヒステリックママ、ネコドンドン、ロボットメーカー、ペンギン銀等の名ゲームを発売している。ゲームロボットシリーズは、高徳倒産後は花山が権利を継承し、2013年には50種類のゲームを内蔵したゲームロボット50に進化している。高さ2メートルほどの仮面ライダーやミラーマンなどのキャラクターの形をした自動販売機。100円を入れるとカプセルガングが出てくる。 販売店や遊園地向けの商品で1台30万円。店頭ディスプレイも兼ねている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。